れどさぐれどさぐれどさぐれ、どうもどさぐり部隊隊長しばりです。登場してください。どうぞ。おねむりどんだけ。あ、かっこいい。駐車違反。牛の呼吸、蝶の舞、タワブル、似てない？ボスです。いやいや、ねえ。ポンスさん、その挨拶、もしかして定番化した？うん、そうです。ディズニーランドの時もやってましたよね。アイランですの後にポンスですっていう謎のやつ。大丈夫かな、あの挨拶。一回限りだったらまあちょっと面白いけど、ずーっとそれやってたら尺長っていう感想しか生まれなくなってくるけどね。このまあいいでしょう。今日はクリスマスツリーを組み立てよう。12月、今12日になってしまいました。もう遅いぐらい。ということでポンスさん、これ手伝ってもらえる？どうぞ、こちらへどうぞ。ポンスです。今ちょっと組み立ててる。ちょっとこれもうね、何年これっていうぐらいこれなんだよね。でもさ、それがなんか愛着じゃん。我が家はこれみたいな。それでいいのか。そうでしょ。なんだっけ、フランフランだっけな。フランフランのピンク色のそうやつですよ。じゃあ組み立ていきましょう。あ、いいぞいいぞいいぞ。で、これをはい、えしょえしょ咲いていくと。えいようえいようと咲いていく。源氏咲くの手伝い。パパも一緒にやる。うん、アヤランのお父さんが YouTube に出たくて出たくて仕方がないということで。本当だ。ん？しばゆのお父さんとお母さんは映りたがらないよね。お父さんは密かに映りたがってるかもしれないよ。あ、俺のお父さん実は映りたい説はちょっとある。なんだしか喋らない。え、この間ご飯一緒に食べた時さ、ひらけ夢の扉って言ってた。何が開かん開かん。それではきっと開かない。あ、これ上に向けた方がいいのかな。レイヨーレイヨー。やばい、なんかラメがいっぱい落ちてきた。いや、これラメがあんだよ。このオーナメントにくっついてるラメが。こんもり感を出した方がいいね。そうですね。うん、でかいでかい方。実家あったお母ちゃんの。実家あった。さっき緑色だよね。緑色のやつ。毎回同じやつ。うん。うん、毎回同じ。それいいな。シャッシャバで汚くなって、シャッシャバになっていくでしょ。そう、それがなんかいい味が出るんだよ。こうやって超手付けるやつは？そう、今日パパとポンスがオーナメントを新しくね、ああ買ってきたんだ。くれたらしいんですね。ああ。でもオーナメントなんか基本のセットがあると思ってたからさ。はい。ああ。少ない。ありますよ。基本のセット。基本のセットある。ちょっと質問があるんだけど。ああ、いいね。サンタ様あ、あれが入ってたんですよ。見てください。バワンバンバンバワンバンバンバン。うん、取れないですね、なかなか。はい、ということでツリーがほぼ完成しました。いいね。なんで今日ね、クリスマスショップに行ってクリスマスのサムシングをね、いっぱい買ってきたんですよ。ねこれはいらないの？そう、それもね、どっかにあるんだね。でも、オーナメントはある程度、今日買いました。はい。なんで、オーナメント、変なオーナメントがやっぱり売ってたんで、それを一個一個紹介してください。お父さんと一緒にやってください。はい。お父さん。はい。やりますよ。はい。お父さん。はい。これ。こちらってやってください。こちらすごいですよね、このいいの買ってきたね。これもあるんですよね。これは、おお、アメリカの車かな。うわすごい、どんどん開けますか。すごい。これ、それは何ですか、ポンさん。パンのね、あれですね、これ。これは何ですか。これはほらほら、これ緑色でさ、こうなんかボツボツ出してるの、食べたことあるじゃん。ピーナン。ピーナン？
ピーナン。それでも普通になんだこれ。キュウリじゃないの。キュウリですかね。ヘチマ。ヘチマ。キュウリ。あ、かっこいいトゲしてますね。あー、いいねこれね。これいいですよね。芝居にもらったんだよね。はい、なんでーと思う方いるかもしれませんが、僕あげました。使ってなかったんで。どこに置いたら綺麗かなって考えてね。そう、バランスを考えるんや。そうそう、今のところバランスがもうひでえ、ひでえことになってますね。これなんだ、どうなってー。あ、これは多分ブルーチーズかな。ブルーチーズだ。ブルーチーズ見てください、パパがやってます。パパがやってました。オーナメントなんてな、好きは何でもいいんだよ。で、だからよ、充電を焼いた。チョコチャーって、まずね、ね、これ充電あるんだよ。なんでよ。ん？これ叱るの？これ叱るの？叱るのはまたね、つけるんだ。オーナメントなんていうのはね、あのぶら下げれば何でもいいんですよ。そうそう、だからこういうバナナチョコもぶら下げちゃおうかな。まあ、謎のね、こういうあの普段日の目を浴びてないおもちゃとかも吊るしてる。バナナチョコもいきます。あ、それをそうやっていくんですね。これもいきます。これちょっとついてんだんで、鬼滅、ます。また鬼滅、やばいですよね。おいでいね。ああ、なんでもいいんだよ。そうそうそう、これもいきます。どれいこうかな。じゃあ次は人か。おお、いっちゃう。うん、あ、いいね。見て、うん、見て。お寝てる寝てる。じゃあ次いこうかな。うん、あー、いいね。いっぱい持ってきたじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。こういうのはね、実際オーナメントにはすごい使いますね。すごい。や、でも鬼滅ツリーになっちゃうって。あ、でもこれはジョジョですね。ジョルノジョバーナ。いいね、かわいい。上にやりたい。よいしょ。ここにやりたい。ジョーン。いいやん。おお。ねえ。クリスマスツリーには似合わんだろう、この煉獄さんは。いいね。よくないって。鬼滅ツリー、鬼滅ツリー、鬼滅ツリーとか発売されてそうじゃない。おー、もはやありそう。ギャー、クマモン。はい、エナでーす。ボスでーす。オッケー、今日は短め、今日は短くいくのね。これじゃ、それじゃないんだ。オッケー、いいね、ちょうどいい。はい、そう、国のクリスマスツリーを飾り付けて、はい、っていうサブちゃんを撮って、で今完成したよっていうのね。そう。で、そしたら紆余曲折あって、うん、もう何個かパーツが割れたりとかして、うん、あのちょっとね、ちょっと怒ってます。何ですか？デレデンデデデデン。ここに、いや、テレテンテテンテンテンっていうか、もうどうしたって許せないよ。姫島行名が理由欲しい。楽しそうに泳いでいます。おかしいでしょ、なんでてっぺんにこのキャラなの。集団に行くと連れてカナオちゃんがいます。進め、煉獄さんもここで。そしてこちらに行くとジョルノジョバーナ。あ、ジョルノジョバーナかわいいね。ジョルノジョバーナ一人だけ間違えちゃってかわいいね。間違えてきちゃったの。かわいい。どうしちゃって消せない。これもあの鬼滅ですよね。あ、そうです。オグロ、オグロイバ、オバナイです。オグロイバナイ。これは柱ですか。それはそうです。柱の人ですか。でこちらに、はい、雪柱。あ、そう。はい。忍ぶが。あ、こちらを忍のモノマネします。あ、はい、どうぞ。虫の呼吸、蝶の舞、戯れ。おー、割といいんじゃない。ここは、はい、じゃあ富岡義勇。富岡義勇。ああいや、おかしいんだって。なんでなんでその顔になんないとできないの。俺が来るまで。俺が来るまで。違う、それ、千と千尋のカエル。あ、
警察与奪の剣を。あー、いい、いい。でもその顔になるのマジ意味ある。警察、警察与奪。ちょっとまだできます。あー、なるほど。私はその顔がツボすぎて。いやー、本当にね、いいクリスマスになりそうですよ、これ。違うんですよ。はい、何ですか。普通にクリスマスという行事を楽しみたかった。だってさ、もうこれはすでに大正ロマンツリーになり果てた。ひどいもんだよね、これは。ひどい。だってまずウークが買ってきたオーナメントもさ、なかなかひどいけどね、うん、ひどいっていうか、いや、これこのオーナメントが結構素晴らしいものを買ったのよ。この結構ね高いし、これ1個5000円ぐらいするんですよね。これとかヘチマの、ヘチマなの、ヘチマがクリスマスかぶってるよっていう、素敵でしょ。でもまあ確かに少なかった、買ってきたオーナメントは。基本のねオーナメントがあると思ってたんですよ。ちょっとないんだよね、なんか探したんだけど、うん、なんかなかったんだよね。でなんかいろんなものをつけていった結果、うん、これに落ち着いたよね。うん、でクマモンはおかしいじゃん。しかも下に2もいるし、もうねポンスが好きなようにね飾ってたのよ。あ、ここになんか恐竜が、恐竜が刺さってるな。仮面ライダーとかも刺さってるな、おかしいな。あ、こっち、ね、これも素敵でしょ。これバイオリン、かわいい。せっかくいいものなのに、もう柱、もうここがどうしたって消せないよ。とてもチェンチェンチェンジングルベールならないもんね。とは言い難い。うん、こういうのも買ったんですけど、いいポンさん、これちょっと紹介してもらえます。玄関先に置いてあるイメージじゃない。それでは、良いクリスマスを。メリークリスマスを他人に聞かせるな。もうちょっと高いの、もうちょっと鼻声で吐き息が多めな感じ。あ、ちょっとやばいんで切ります。